ってきましたけど、引き続き楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは1曲目聴いてください。 Only Love。先ほど出演された梶由紀子さんと一緒に、私も初めてなんですって、今日はラッキーですねよかったとか言って嬉しいって言ってまして、ただね、こうやってこういう気持ちのいい日を迎えられるのも、やっぱり寒い、めっちゃ寒い時も、めちゃめちゃ暑い時も、アーティストさんがここで、ね、男島さんの皆さんがライブをし続けてきてくれたから
ね、守ってきてくれたから今日こうやってね気持ちよくライブできるんだななんてことを思いながらいました。本当に皆さんも、ね、これまでもありがとうございます。あとあの葵さなちゃんの妹さんが口内炎って言ってたので、あのビタミン B2 をちょっと健康オタクなんでね後ろで聞きながらビタミン B2 が効くと思います。あの低期間なるべく短期間でガツンといった方が効きますのでね、ずるずると長く取ってはダメですけど、はいっていう全然関係ないことすいません。はい、というわけでライブ行きたいと思います。次の曲は久しぶりの曲です。よかったら一緒に振り付け真似してください。 Peace and Peace。
事です。こぼれてません。ああ、すいません。すごいマイペースな。すっかりですね、私ユニットでやっておりましたけど、ユニットの時はね、カチカチときっちりやってたような気がするんですけども、ソロになったらなんかすごいマイペースになってしまってすいません。というわけで、夏目樹里と言います。次のライブが5月2日なんですけど、また男島さんのイベントですので、ぜひ X とかインスタ夏目樹里でチェックしていただいて、またお会いできると嬉しいなと思ってます。はい、健康情報を知りたい方は物販と、そしてその X をフォローしてください。というわけで次の曲でラストになります。ちょっと寂しいかと思って自分で言っといた、加えてきましたけど重ねを、ありがとうございます。はい、というわけでラストも元気よく、なんかもうちょっと熱くなるかなと思ったら、意外とやっぱ時間がね、夕暮れになってきたので、はい、ちょうどいい感じでございます。この後もまだまだライブ続いていくので、皆さんゆっくり水分とってですね、水分とって楽しんでください。ではラストです。今日はありがとうございました。ラブソング、
立ってみるかって。